うでーす。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。30分130円。レンタルバイクで。これで行動範囲が広がりますわ。撮ってる人と。まだ11時前だけど、こんだけ観光の人が来てる。まあ、観光の人朝早いからね。そうです。はい、私はあんな遠くなったぞ。なんか観光してるみたいな。観光してるみたいな。観光。今日はレンタルサイクルで七里ヶ浜まで来ました。あ、ポテト有名なとこじゃん。あ、ブルーダピオミか。これハワイのやつなんだけど、なんか日本のやつはちょっと上品に盛り付けてるからちょっと感じが違う。うん、プレートランチってさ、ドカ盛りのやつ、うん、なんだけど、こっちは上品なんだよね。お？ほう。へえ。だいたい手油とかするのがちゃう。うん。イタリアのサラミうまいじゃん。そうだね。うわ、今日も天気ええわ。茅ヶ崎トライアングル。こないだ行ったジェラート屋さん。営業開始した。ちょっとまた先っちょまで行っていい？なんかロケバスみたいのが止まってるよ。ガハマトライアングル、トライアングル。なんかあそこがアマルティの上のやつだ。行ってこねえの？あ、電車？三角。ね、うん、すげえ分かってねえわけです。したそうな人が来たよ。この間ここで食ったんだっけ？スタッフもインスタで知ったそうです。実物見たことあるのかな？すごい。あとお魚は糸よりダイとタイですね。タカパスタとかお召し上になります。甘みがあって美味しい。ぜひぜひ。あと前菜ですと、うん、ロボティーと言いまして、今日は、ジロウガキを使いました。うん、モサヤチーと生ハムでくるんだものですね。へぇ、はい、あとは白トリュフ。こっちですか。はい、あ、こっちの、こっちの、はい。これはどんなんですか？ナポリの。こちらは温かいあのサラダでございまして、うん、上に貝が、ムール貝と貝がたくさん乗った前菜になります。
この辺を食べるにはじゃ あ生牡蠣とかそういうの。そうですね。あとは、お魚が入っていて、うん、ちょっとグラムによって値段が変わってくるんですね。なるほど。はい。ありがとうございます。ゆっくり。はい。でもピザ中心に食べたいんですよね。前菜も気になりますね。ロマーナがトマトバジルアンチョビ。ロマーナかな。インスタで見たやつだ。はい。ありがとうございます。はい。お疲れ様です。はい。おいしい。超うまいこれ。うん。マジっすか。どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すげえ。広告収入で食べますからね、今日。それが何よりも嬉しいじゃないですか。頑張ります。オリーブオイルがかかってるよ。うまい。例えばなんかネットのメニューを見たら産地がどこだっけな、イタリアじゃないとかって書いてあった。今イタリアは豚さんの病気で大変だったらしい。うん、そうなんですか。うん、豚インフルエンザとかそういうやつです。だからどっか近くの国、ルーマニアはどこだったかな、フランス、クロアチアかな、フランスかな、クロアチア。超美味い。オリーブオイルがまたたまらんわ。クセ強のオリーブオイル。わかる。うん、クセ強いもんだって。全然わかんない。鼻詰まってんじゃね。ちょっとゆっくりゆっくりさ。クセ強だってこのオリーブオイル。せっかく鮮魚を見せてもらったけど、あ、ロケ車がどっか行っちゃう。今。でも言っても、まあ例えば3倍になったとしても、2倍になったとしても、6万円ってことでしょ。うん？値段2倍になっても6万円ってことでしょ。4人で。あ、まあそうか。そうするとありえるか。向こうの人結構きついですか。給料がすげえ上がってる。じゃあ別にただそれインフレってことっすよ。うん、そう。じゃあ別にそんなに悪いわけじゃない。そう。こんな状態か。これうまいわ。これアリオリは。演技うまいわ。あ、オリーブがあるよ。あ、これ。優勝です。優勝、うん、昨日もなんか1個悩んだんですよ、頼むかタラの。うん、昨日もなんかタラの昨日、うんうん、タラのフィッシュ&チップスかなんかで、うん、塩漬けのタラうまそうと思ってたで昨日 LINE 来てなんかやっぱいいですみたいな、やっぱいいですみたいな。いやちょっとどうぞ。ああ
バターナッツ3世なんですか。バターナッツ3世です。これにはちょっといろいろ事情があります。彼がバターナッツ3世。ああ、3代目なんですね。旦那三世がすっげー気になる。旦那三世が一生懸命言ってた。やったね。はい、まずロマンナで。ありがとう、バターナッツ三世。はい、ピッツァロマーナです。いただきます。はい、どうぞ。お願いします。うん、そうなんだ。危ないよ、おじいちゃん、これ。まだそんな年じゃないですよ。うん、うまいな。普通すごい当たった。なんかアンチョビの大きさがあれだね、面白いね。面白い。でかいし、ね、大きいよね。こんなにのせちゃっていいのかって。アンチョビが大きいのかな。だけど普通細いじゃん。うん。ペースト状にしてるのかな。もしかしたら。ちょっと砕いて。ナポリスタイルでナイフフォークで食べる。アメリカの大好きなんです。アメリカの知ってるなんか、うん、フライドポテト、うんうん、昨日それをうちの奥さんがメニューで見てて、うん、なんでこんなのあんのって言われて、イタリア人が憧れるアメリカだから、うん、そうそうそう、やっぱ好きな人がいるから、うん、意外とやってんだよっていう話して、あ、すごい骨が、アンチョビの骨、アンチョビの骨、うん、ちょっと違うアンチョビかもしれない。
でかいんだこれ、アンチョビが。でかい。なんか背骨がしっかりできてる。はい、うん、持つのか。うん。基本とこもあったかかった。カプリチョーザ、よかった、大好きなブラックオリーブだ。グリーンオリーブもあるよ。あ、これ、キャベツ？アーチチョーク。アーチチョークって朝鮮アザミっていうの。刃物ですね。目っていうのかな、これ。あ、そういうことか。あれあれ、ケッパーが なるやつの元じゃない、うん、諸説ある。あ、ケッパーわかる？あの、今わかりますよ。ケッパーのお母さんがこれ。あ、そうなんですか。わかんない、ちょっとグーグル。なんだっけ、アーティチョーク。ハムがうまそうだな。これすげえ 4K クオリティ、めっちゃ美しい。このグラスがね、どれどれ、すげえよ。何これ、本物より綺麗じゃん。肉眼で見るより綺麗な。え、これ何ですか、これ。そういうモード、何にもノーマル、ノーマルと、うん、いくつですか。13 14。最新は15です。最新15。カプリチョーザ、さっきのと香りが違う。さっきよりさっぱりな感じ。あ、本当だ。ビジピザっぽい。うん？ビジピザっぽい。うん。こっち行くとハムがすごいいるけど。山崎選手知ってる？山崎、分かんない。半分フィリピンの人で、今の選手、今の人だと思う。多分ピッチャーピッチャー、うん、なんだっけ、監督は三浦さん、うん、浜野番長。ベーサーズすごいっすよね。みんなベイスターズ人気出ましたもんね。儲かってるみたいなね、うん、球団が。なんか、なんだっけな、ベイスターズのトラック、うん、塗ってる人がいるんですよ。へぇ。あの、ベイスターズの絵を描いてる人がいるんですよ。売れるんだね。これ、なんていうの、これ、あの、多分スタジアムとかで使うと思うんですけど、うん、クラスねみたいな。DNA もね、やっぱ良かったですよね。そうなんだね。やっぱみんな結構俺の世代の友達とかも結構見に行ってるし、ベイスターズ。へえ。アーティチョーク美味しいじゃん。まあ、うまいですよ。おしゃれなんか味は。うん。
ドルチェ、クレマデカタラーニャ、エスプレッソ、これしかない。カフェアメリカノ、カフェエスプレッソドッピオ、カフェフレット、カプチーノ、カフェラテ、カフェマキアートって。これ下のアイスかな。ティラミスジン、マスカルポーネ。アフォガード選べる、食わない人が決めるかな。アフォガードが選べるってことじゃないですか。いただきました。ヘーゼルナッツかなっていうティラミスジン。一口食べて。すいません。嘘だなと思っちゃった。クエ。そしたら小沢さん一人でやってる方がすげえ稼げるんじゃないか。ちょっとうまいですよ。超香ばしい。このしみしみのスポンジが大好き。そうそうそう。まずはお一つ目です。はい、すいません。全部行くんですか？そうです。それってあのイタリアの人もそうですか？そうです。あ、そうなんですか。基本です。そうなんだ。これ1回分ってこと？イタリアの一杯入れちゃうからなんか合ってないんじゃないかな。はい、ことなんだ。え、そのイタリアのその知り合いの人とかとあのこの前行かれてたじゃないですか。うん、あれ食事するの大体どれ2時間ぐらい？そう、やっぱり2時間ぐらいかけてゆっくり食事するです。それの前に何だっけ、アペリティボとか行ってなんか食前酒飲んだりやってるから。それはあの別のお店で？いや、別のお店で。あ、よくそんなさ会話のネタがあるなって思う。そうです。古いデザインのやつはこっちにロゴがあったんだけど、今のはこっちにロゴができた。ん？何が？パサラクアっていうインディアンのマークの、ネイティブアメリカンのマークのコーヒー豆の会社。あ、お父さん知ってるってことか。ナポリのコーヒー豆です。大衆食堂。あ、そういうことなんだ。ラーメン定食。すごいかっこよかった。普通にお普通なんだ。演出。今日めっちゃ天気いいな。めちゃくちゃいいっすよね。テディーズビガーバーガーもあるよ。来た。